皆さんお元気ですか牧師ユーチューバーのカ野直樹です今日も出前牧師カンチャンネルにようこそお越しくださいましたどうぞお入りくださり最後までご視聴お願いいたしますまずお断りいたします声がこのように枯れてしまっている状態での収録になります、えー、お聞き苦しい点がありますけれどお許しくださいまた音楽は、えー、省略させていただいて 今日からしばらくこの状態での収録になりますよろしくお願いいたします本日5月31日金曜日人間関係が面倒くさいと思う時という題でお話をいたします人間関係ってうまくいくとすごく楽しいし力になるしまた大きな大きな励ましになりますよねでもそれがうまくいかないとめんどくさいなもうやだな そういうふうに思うことがあるのではないでしょうか。なぜ嫌だか、自分にとってあってほしくないことが起こってしまうからです。まあ当然自分とその相手の人では違う存在ですから、まあ相手がこちらに忖度してくれる人ばかりとは限りません。人は自己中心な存在だから、まあ人間関係がめんどくさいと思うのはね、お互い様だと思います。 自分と相手が違う存在であるということをまず受け入れ、そしてそれを許容し、さらにその違いを喜んで受け入れたらどうでしょうか。楽しむということです。まあ、人生が思う通りに行くばっかりだとね、面白くないですよね。そうなんです。面白くないんです。問題があるからこそ、私たちは神に頼り、 神に立ち返るる。ことができる皆さんその問題を通して神様神に向かう皆さんそれが神の知恵ではないでしょうかだから面倒くさいっていうのをね面白いもう同じ面という字を書きますけれどね面倒くせえなーいや面白いそういうふうに変えてみたらどうでしょう不思議にねそうすると事態は好転しそして問題が 対決にに向けてて一歩一歩動,かし動き出ししますすそして神に祈ることです皆さん、神が共におられるから大丈夫私たちは神と共に状態を現状を今を楽しみそしてその中に神を迎え入れてそれを祈りと言いますけど神と共に今日も歩んでいきましょうまた次の動画でお会いいたしましょう。 皆さんの一日が祝福されますように心からお祈りし今日のこの動画を終了いたしますまた明日お会いいたしましょうごきげんようさよなら